モハメド・アタ、ムハンマド・アタは、アルカアイダのテロリスト。アメリカ同時多発テロ事件の実行犯グループの中での主犯とされる。モハメド・アタは1968年9月1日に、エジプトのカフル・アッシャイ府県で生まれた。父親は弁護士。恵まれた家庭に育ち、1990年カイロ、大学工学部建築学科を優秀な成績で卒業。 1992年10月、ドイツハンブルク工科大学へ留学し都市計画を学ぶ。1995年に非営利組織の国際交流プログラムの一員に選ばれ、カイロサウジアラビアを見て回り、初めてのメッカ巡礼を行っている。旅の途中、各地で伝統的なイスラム建築が次々に欧米風の街並みに変わっていく様を見て強い反発を抱く。 アフガニスタンに立ち寄った際には、ウサーマ・ビン・ラーリンや、ハリド・シェイク・モハメドから、反米闘争のイデオロギーを学んでいる。ハンブルクに戻っての講演では、高層建築、広い道路、アメリカ的な都市計画は、アラブのアイデンティティを壊す。エジプトは、無批判に、西欧型の都市計画を取り入れ、ことを壊しているとして、将来はエジプトに戻り、 伝統的な価値を尊重した都市計画をしたいと語ったという。また、ドイツ人の知人との会話で興奮すると、君たちヨーロッパ人は、などという発言を繰り返していたと言われている。1997年5月までハンブルクの都市計画事務所に勤務。勤務態度は優秀で、性格も温厚だったというが、ハンブルク工科大学に留学中。 過激なイスラム主義ネットワークの一員になったとされる。1999年秋に、マルワン・アルシェヒ、ジアド・ジャラヒラと共に、同大学のあるハンブルクに今を移し、学内にイスラムのサークルを作った。部屋を借りたアパートでは大量のパソコンが使用され、また、コーランを映像する声が、隣人からうるさくて眠れないと言われていた。2001年2月、ビンラデンの指示により、 アタとアルシェヒはドイツを出国して渡米。6月にはジャラヒも後を追う。フロリダ州の高級別荘地、ハムレットの従業員アパートの一室を借り、そこをアジトとして旅客機乗っ取りと自爆テロの計画を進めた。アタが細胞の前線指揮官を務め、集った若者全員がアルカイダ工作員であった。アタはパイロットスクールイコールホフマン飛行機学校に通い、 航空機の操縦方法を学んだ。非常に熱心で習熟が早く、何回か失敗するのが普通の試験を1回でパス、したという。自家用操縦免許を取得した、フロリダのアタイカ6名は、計画実行日の9月を目前に控えた2001年夏には、ラスベガスに居場所を移し最終防御を重ねた。インターネットカフェの E メールで連絡を取っている姿も、確認されている。 モロッコ系フランス人、ザカリアス・ムサウィは、パイロットスクールでの不自然な言動が原因で、フランス当局認定のイスラム過激派であることを FBI に気づかれ、アタラとの合流に失敗している。これにより折から懸念されてきた、イスラムテロが航空機を使ったものである可能性が、ようやく浮上した。ところが、ムサビタク捜索のための令状請求書類に、 死給のスタンプが押されていなかったために FBI が裁判所から令状を受け取ったのは時すでに遅し9月11日のテロ発生直後のことであった現地時間9月11日午前5時53分44秒あたはメイン州ポー,ートランド国際ジェットポートからボストン行きの便に登場ついで7時過ぎにはアメリカン航空ボストン発ロサンゼルス行き11便 8D 席に着座する。帝国通りに、機体は離陸、まもなく、アタラは、気を乗っ取り、世界貿易センタービル北東に突入して、計画を達成し、その命を散らした。このアジトに集った6名中2名はマレーシアから、やってきて合流した人物である。イエメン家からの通話傍受により、マレーシアの首都クアラルンプールにある、集合住宅エバーグリーンパーク B2 号棟で、 アルカイダの秘密会合が開かれたことが分かっている。この会合の出席者のうち、ハリト・アルミダル、ナワフ・アルハズミ両名が、この後実名のまま、アメリカに渡り、ニューヨークのホテルにチェックイン、足取りを追っていた、連邦検察庁捜査員の追跡を振り切って、フロリダ入りすることに成功する。そして、二人は、アタの指揮下に入る。フロリダ、ビンラディンはここから、 アメリカの中枢を狙い撃つテロ計画に向け組織の細胞を動かしていった高級別装置、ハムレット。アタはその従業員アパートの一室を借り受けた。アルカイダの細胞はここをアジトとして動き出す。集まった若者の全員がアルカイダ工作員であった他のアジトも含めると同計画に参加したメンバーは19名に上る。アタの他に ワリド・アル・シェフリー、アブドル・アジズ・アル・オマリ、ワイル・アル・シェフリー、サダム・アル・スカミが同乗した。フロリダの細胞のうちアル・シェヒはアメリカン航空ではなく、ユナイテッド航空175便で、世界貿易センタービル南島を、ナワフ・アル・ハズミはアメリカン航空77便で、アメリカ国防総省をそれぞれ担当した。ありがとうございます。